さあ、うわ倉庫、汚れたパレットと筆。動物の剥製。特にでもよくわからない。なんか上にさ、グラスみたいなのあるけど、穴の上に何か見えが手が届かない。あ、台を押して。右下のさ、踏み台。奥まで、突き当たりまで。そうだね。あ、動いてる。ああ、どこへ。おい。どういう。そこ行かれると押せなくなるじゃん。困るんですが。お前さ。足切ろうぜ。ない。そんな選択肢ないって。そうすぎだって。足を見てみない。足を見てみよう。まあ、これはね、無難だね。ハイヒールを履いている。それぞれ。一つの足だけハイヒールがない。あ、上にあるやつそうじゃない？あれがそうだけど、でも。あれハイヒール？でも色同じ。いや、違うか。4つのハイヒールを履いてるんでしょって、それぞれが。あ、でもわかんない。ハイヒール。あ、片方。ああ、なんか押しちゃった。観察したね。うん。椅子のよう。これは椅子だと。本当かよ。耳を澄ましてみよう。呼吸？スカートのうなり声。うなり声。やだな。一番右奥の箱って開けたんだっけ？一番右奥も開けた。あれ開けたよね、さっき。あった。多分開けてなかったね。見てないか。多分開けてなかった。まあでもこれで。渡す。どうぞ。あ、嬉しそう。お、喜んだ。あ、積んだ。あっち行って。ああ、ついてくるようになるの。置いて。ついてこい。追従モードね。で、そこにいてにすればいい。そうやね。だから、レタ待ってと。乗る。おお。魚の尻尾。はい。なるほど。あざす。連れてかないそいつ。もう誰だ。このエリア限定キャラ。自由意志を手に入れてしまった。動いてる。はめてみるか。あまりでした。合わせてる。なんかいたな。なんだあいつは。酒飲んでる。違う、ラジオ体操か。体操してますね。めっちゃ酒飲んでるように見えた。かくれんぼする。どっか行った。なるほど。どれ行きますかって。この。上に絵がありました。一応見ますか、これは。これヒントだな。板前の。板前の腕。びっくりした。黒いことかと思ったよ。違った。どこ行ったあいつ。上段真ん中と見た。上段真ん中。真ん中 ?2 個あるよ。いや、この場合の真ん中はそれだね。これか。そういうことか。お前だ。ボタン。ポチ。違う。なんかマリオパーティー。音楽が消えた。ほんとだ。そういう要素があるんだ。でも別にこれノーヒントだよな、さすがに。ね。なんもないよね、特に。音符に×。戻せないんだ。戻せません。まあ、隣ですかね。一旦全部見てみるか。なんか。いや、全部同じか、さすがに。同じっぽいね。ハートに×が開いた瞬間に命落ちるみたいなのある。怖いね。まあ、一旦ちょっとこれ行ってみるか。端から行くか。うわ。よかった。別にダメージではないんだね。スマブラのニンテンドックスみたいなやつね。わーってなっちゃうなだけね。いた。見つかった景品。魚上に出てきてんじゃない？頭きました。魚の不思議。下の4つ気になる。気になるな。開ける？まあ開けますか。せっかくだしね。何これ？なんかやばそう。あ、待って。やばそう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 。ハングドマンだ。やばそうやばそうやばそう。え？耐えた。いやでもイブじゃないよこれ。あ？よイブなのか。イブっぽくない？バッドエンド開きそうだな。これ開けたことによって。今はセーフなんじゃない？わかんないけど。うわ怖い。怖い。ダメージ食らいました。ダメージ受けた。食らった。やばいねこれ。ヘルスやばいな。あと1個死ぬかなこれ。死ぬっぽくない？っぽいよね。やめとく？やめとく？でも気になるよね。うん気になる。気になるね。うん気になるよね。回復回復。これは大丈夫そう。うん。色だけでこれは。一番左が怖すぎるなマジで。え？お？え？え？え？やべ、ビンタされてのび太さんのエッチで死んだぞ今。エッチ画像でやられたんだが。そんなことある？下心が俺たちを。そんなつもりはなかったんです。だったじゃん。そんなつもりなかったんです。まあ好奇心は人を滅ぼすと。のび太さんの気持ちになったところで。俺はまだ。ああそこじゃない。ああいいんだ。え？オートセーブだから。まあ、あ、なるほど。いや、まだかくれんぼしてないよ。まだかくれんぼしてない。してね、してね。はい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 。でこれランダムの可能性あるだろうな。全然ランダムの可能性あるよね。おい。はい、やる。これで、どこに？セーブ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 。ああ。これどこに、どこが開くんだろうね。あっ、ここが開くんだ。どうなってんのこれ。どうなってんの上奥だね。ああ、でも花瓶刺しと花瓶刺しと。うわラマ。ああ、気持ちいい。あ、痛い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 。せっかく回復したのに。賛成だ賛成。せっかく回復したのに。アンバランスな箱。箱でもねえけど。おかしいな。千枚仕掛けの植物。お、時計仕掛けの。浮き鉢に小さな蓋が。摩天楼。摩天楼ですね。これは。舐められる。ああ、動いて。そう。あいつにすごいダメージをもらってしまった。嘘つきたちの部屋か。はあ。秋山がいっぱいいるんだろう。いっちゃう？お。わあ、これ。論理パズルっぽいな。大変そう。なおちゃんは？仲間外れが1人。なおちゃん探せってこと？かもしれない。F の6。何？これ一旦先を見るかも。あー。あー。はいはいはい。あ、そういうことね。F の6、そこが正しい場所。B の2でしょ、次。B の2が正しい。白服が言ってることは本当。本当のことを言ってるのは緑の服だけ。C の5こそ本当に正しい場所。木の服に同意。まあこの時点で一人だけ本当のこと言ってんでしょ。いや仲間一人だけ本当のこと言ってる。嘘つきの部屋で仲間外れが一人ってことは多分本当のこと言ってるのが一人なんじゃない？1人だけってことか。同意に関してはどっちでもいいんだよな別に。でも同意をなんか、まあ同意はそうだよってことか。それは本当っていうふうに捉えるのであればもうこの時点で赤黄白がなんか嘘っぽいよな。緑の服だけだからで緑と青もさそうだよね。うん。これ茶色ってことになりますかこれ。じゃない ?B の2。私はそう思います。試しにね。ほい。おお。あ、回そう。なんか正解っぽいんじゃないですか。あ、おお。おんちゃん騒ぎが。お祭り開催されてんな。やばすぎ。嘘。暴れてるよ。間違えたってことか。あ、いや違うか。どうだ。嘘つき。ああ。あまあ合ってたんじゃない。合ってたのかな。あいつ本当のこと言ってたやつが殺されちゃったのか。悲しい世界だな。あれなんかでかくなってね。あんなあったっけ。木。あ、本当だ。あれいやでも。木が生えてるなってる。本当だ。でかくなってる。でかくなってるよな。でかくなってる。忘れた頃に橋に注意。橋か。じゃこれ危ないってこと？これやばそうだね。うん。いや行かない。なんかやばい。ハングマンいっぱいいる。何が吊るされてんのこれ？人間か。でも人間にしてはちっちゃくね？人形？人形だ。ああ！持ってこ。あ、双葉あるぞ。あ。でこれで上がるんだ。ゼンマイ仕掛けの植物が成長したと。育ってるね。何になった？あ、なんか咲いてる？あ、つぼみ。お。はい。あと1個ぐらいかな。これはね、まっすぐですよ。あ、え？キスマ？気にするな。気にしない。俺は何も。確かにこれ気にしたらもう負けだな。気になっていっちゃったらってやつよね。セーブしていかね。なるほど。まあ俺ら正しかったことだね。確かめようか。おい。あ、お。もう唇。怖いこいつ。注意って言われてんよ。お腹減った食い物にこっせ。あば。うわ。なるほどね。でだけ。ロードしましょう。まあ何もなかった。あ、実が乗ってません。咲いてますよ。通るでしょ。青い実って何？なんかあったっけ？あ、食い物よこせじゃないの？忘れた頃にやってきたね。急に。やるよ。あげよう。やるよ。死んじゃわない？これ。お。うわ。キモい。やだ。キモいよ。イブの髪の毛がベロに見えるのなんか。本当だ。めちゃくちゃ汚いベロやね。掃除しろ。はい。うわー、気のちんだ。違い探し。違う。だんだんちょっとずつ上がってんね。上がって。バシュン。わー。ちなみにこれ絵は見なくて大丈夫なの？いうか。あ、ないわ。あ、ないんだ。今回は何もないっぽい。もう一回来る？これもう一回来る？ドッスン呼ぶやつみたいな。マリオだったな、これ。このゲーム。あ、マリオ見深いな。もう来ないし。あぶね。よし。なに。おぉ。また雰囲気変わったな。絵が不気味すぎるぜ。うわ。いぶき。あ、もうシンプル。マスジ。お、いける。あ、こういけんだ。うわ、全然読めん。ウォル。なんとかをなんとかする、なんとか。春を吸う桜。桜を2文字で熟字組んで桜であるかも。この辺は他のもんできないよね、これね。ないね。赤い間につきましたけど。うわ出た青いやつ。青色。うんすんじゃないこれ。本当？あうんか、さすがにあうんね。ああ何もやらら模様。クジャク模様じゃない。クジャクマイ。結構いろいろあるな。おお、タバコ吸ってね。ハートだ。死んでるけど。ああ、動いてる。生きてる。ああ、これ読むと。生きてる。おお。ああ、もう死んじゃった。タバコ吸う。わい。だからなんで読めねえんだよ。追い抜かれてる。赤い洋服の女が2枚目だ。久しぶりじゃん。あー、ないよ。ああ、鍵。こういったね。こう。ただ、映画ね。あ、はめられるよ。え、あ。何、はめられるって何が。反対側いたら。もっとあっち側に引っ張っていいんじゃない。え、それまずくない。ああ、もう端っこに引っ張って青の絵見て鍵取るみたいな。ギュイーンするか。ギュイーン。やばそう。心の傷。何か落ちてる。回復の女。卒業式みたいな。心の傷。心の傷。赤い。何か落ちてる。赤い鍵。あああ。おお。キャンバスの中の女たち。ここの女性はすぐに人のものを欲しがる。目をつけられると大変大変である。はいはいはい。大変大変なのね。何しろ彼女たちは自分が満足するまでほにゃらりに追いかけてくるからである。必要に。必要にかな。どこまでもどこまでも。さっきの弱点があるとすれば、彼女たちは自分で扉を開けることができない。なるほど。なるほどね。じゃあ同じ部屋の中限定なのね。うん。じゃあまたしおり。楽しい？楽しいです。楽しいです。作者の意見。楽しいです。楽しませてもらってます。世界の美術館。いろいろな美術館の写真が載っている。うん。ああ。最初のが一番情報重かった。うん。ガレット・デ・ロア。また、新しい人。うわ。読んどく？読んどこ？まあ読んどくか。さすがに、絵本には殺されないだろう。あ、始まった。まあまあまあ。始まった。おお、始まった。あ、動く絵本ってそういうこと？そういうことか。アニメやん。うわ、すげえ。お、すごいすごい。なんか。のために、はいはい。ガレット・デ・ロア。ガレット・デ・ロア。何？なんか聞いたことある。へえ。何等分化して食べるってやつだね、きっとね。はいはいはい。そのナイフの持ち方危ない。危ない持ち方。さあ、食って。あ、誰だ？ガリッ。青い子。あ、飲み込んじゃった。ガリット。あ。うっかりさんと。ガレット・デ・ロアです。ガレット・デ・ロア。本当にコインだったのかな。怖すぎ。ああ、鍵ね。ああ。おい、うっかりさんはお前かよ。俺はちょっと出してもらうしかないね。やばい。まだナイフ持ってる。あ、どっすん。あこれを使えば。怖っ。やばいやばい。やっぱお前が。あやったわ。あ、やったわ。やったな。やりよったわ。3チェックです。なんだから。3チェックです。やばい。いくつやりますか ?1D。お。15。おお。重いね。神話生物並みですね。あ、花瓶させるんじゃない？させるね。その前に絵を見とこう。花瓶の絵もあるぞ。一回絵を見とこう。永遠の恵み。お、この水色。この水色なんか永遠じゃない？お。おお、永遠だ。永遠の可能性ある。さあ。花瓶の色がさっきまで白だったもんね。ああ、なるほど。水色の花瓶ってことが。こっちは開いてて、こっちはドアがあると。まあまあ、開いてるなら。わ。おお、またいる。あいつ唾吐くぞ。あれ？人がいるの。まあ、絵は先なんですけど。いけるやま。何よりも絵を優先する。初めて見たね。埋める？観察してみよう。鍵が逃げる。取ろう。まあ一旦取るか。一旦取っちゃったね。じゃあもうこいつに用はない。用はないか。じゃあ、うん、お前じゃあな。お前おいお前お吐かない。吐かないんだ。あ、吐かない。青いがいます。青がいるよ。無個性。青の無個性いるな。やらなんかいるな。これは3色か。あのベロの絵見てないけど見るか。あれはでも舌が動いているしか言わないのか。ああ、わけだ。さすがにあの人は何かしないといけないっぽいな。一回は左行ってみるか。この人は一回左行こう。この人一回なんか知らない人だからさ。あの人はダメだよ。何これテント秘密基地違うな。布の下の赤ちゃん。赤ちゃん。なんだこれ人魚。わかんねえな。ちょっとここからじゃわからないですね。バラとあなたはほにゃららほにゃらら命のもさしるがいい。なんていうんだあの一つだよみたいな。一子相伝みたいな。一心同体。一心同体。一択症。そのバラ、ああ、これさっき見たね。くちくち。くちくち。あ、なんか青い。お？青い花びら。あ、なんかずっと落ちてるわ。花びら。赤い花びら2枚でしょ。赤いのも落ちてない。どこ？あ、本当だ。あ、それだ。下か。なんで？青い服の女。あ、いたね、さっき。さっきのやつか？ドアコンっていて中が見えない。鍵がある。おおいるな。いるな。これ何でも欲しがるやつでしょ。うわさっきのと同じだよね。追いかけてくる。そうだよね。まあ一応出れはするから。あ、青い服の女じゃない？確かに。そうだよ。すごい見てくる。こいつをさ、連れていけばいいんじゃないのあの、無個性のとこまで。違うかなあ。でもさ、こいつら扉の向こう、来れないんだよね。あっ扉扉あれでもここで終わりか。窓はいけんのか、じゃあ。なるほどね。あー、なるほど。でもあの部屋入ったあの奥のアイテム取らないといったんだよ。そうなんだよね。え、どうしたどうしたそこ青に、青に、青に。ああびっくりした。バラが落ちてる。あ、台に乗って出てきたってことか。あ、なるほど。動かせない。おっと。あっちの奥って見たっけも見たか。まあ、これでも無限に回復できる。あおなるほど。なんということでしょう。青バラいけてみる。青バラどうなる？しょぼしょぼなんでしょ今。回復するんじゃない？確かに。いける。おえあ、元気になったってだけか。気持ちいい。無限だ。おお。多分絶対足りないな、これ。青いバラさせないこれ。そうすね。顔にバラせない。パターン。バラ人間にする。もうあと残ったのは人だけだ。話しかけますか。はい、話しかけましょう。くそー。どうしてもやりたくなかった。あ、でもなんか起きたんだけど。若いし。あれ、この人が青いバラってこと？そういうことか。青いバラのヘルスか。おお。うわ。いや。もうしてないっすよ。もうしてないっすよ。この人のヘルスが青いバラか。ああ、この人なんか無言で見てた人だっけ？いたっけ？無言で何も言わずに見てた人？おお、ちょっと覚えてないな。あ、じゃあ人いんのか？あ、でも初めてだね。初めて。だんだんこう仲間を集めてって、6人の仲間と共に美術館マスターを目指す話かな。いつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど。これポケモン要素もあんのか？急になんかなるほどね。何もわかんないのかこの人も。みんないんのかね。もうパパママも、ね、やっぱそうなんだ。ああなるほどね。これからちぎられると痛みが出てくる。これが青い花、青い女に取られてビリビリに引き裂かれて。大変だったんだ。大変だった。なるほどね。大変だったんだね。こんな君の周りもずっといたらおかしくなっちゃうわ。無限産地チェックエリアだもんね、こんな。やばいよ。ギャリー。ギャリー。イグです。お、すごい。5歳です。お、ちょっと。これは頼もしいのでは？次の仲間になった。あー危ないお前ここで飛ばしてくれ、ね、知らなかったのか。ここまで来たんだったら知ってるだろう大丈夫か、なんかあんま頼りになんない感じ。いいで話しかける、話しかける。はいはいはい、なるほど、第二人格になった、はい、で結局さこいつはおああ起こせた。やっぱパワーあんだ大人だから。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん、メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。